ローレンス・ジューバーは、イギリス出身で、カリフォルニア在住のギタリスト。彼は、ロンドン東部のステップニーで誕生し、ロンドン北部で育てられ、学校に通った。彼は1979年から1981年に、かけてのウィングスのリードギタリストとして知られるが、以降の彼は指引き奏法の独奏ギタリストとして、輝かしい経歴を重ねてきた。ジューバーの語るところでは、 ビートルズの抱キシュメタイが発表されたその週にギターを弾き始めたという安物のアコースティックギターを弾き始めた彼は楽譜の読み方をすぐに習得し自分のために独自の寄付法を編み出した彼は13歳の時からギター演奏でお金を得始め15歳の時にはクラシックギターを学び始めた1960年代半ばから後半にかけての レコードの音に魅了された彼はロンドンの音楽スタジオでセッションギタリストを目指すようになる。彼はロンドン大学で音楽の学位を取得し、そこでリュートの演奏を学んだ。卒業後すぐに彼はプロデューサーのジョージ・マーティンとの最初のプロジェクトとしてクレオレインのアルバム制作に関わり、セッションギタリストとしての活動を開始した。ジューバーは ウィングスに招かれた際にセッションギタリストとしての活動を止めた。彼はバックトゥジエックのレコーディングで演奏し、その後のツアーにも参加した。これらの演奏が評価され、同アルバムに収録されたロケストラのテーマにより、初のムラミー賞で最優秀ロックインストルメンタル賞を獲得した。ただしアルバムのジャケットの彼の名前はローレンスチューバーと呼気されていた。 当時出された彼の初のソロアルバム、標準時間では、メイジーの演奏に、ウィングスのメンバーである、ポール・マッカートニーとデニー・レインが参加している。ウィングスが解散すると、ジューバーはアメリカに移住した。ニューヨーク市で彼は、妻ホープと出会い、間もなく彼女の育ったカリフォルニアに移った。彼は、その後、セッションギタリストとしての活動を再開し、ハッピーデイズや、ファミリータイズなど、 多数のテレビ番組のためにギターを演奏した。また、映画作品のためにもギターを演奏し、1988年のベリー・ブレイディークリスマスの劇場版では音楽監督を務めている。おそらく最も有名な仕事は映画007私を愛したスパイでジェームズ・ボンドのテーマを演奏したことであろう。1990年に彼は2枚目のソロアルバム単独飛行を発表した。 彼は続く10年間にギターの変速チューニングの探求を始めた。ジューバーは2000年にソロアルバム LJ によるビートルズと全集を2003年にアルバムギタリストを発表し評論家たちの賞賛を集めた。一流の指引き奏法のギタリストとしてのジューバーの評価はさらに高まることになる。 フィンガースタイルギター誌の読者投票で年間最高ギタリストに選ばれたほか、アコースティックギター誌では史上最高のアコースティックギタリストの一人として選ばれている。ジューバーは自分自身の音楽だけではなく、アコースティックギタリストの代表としても認められるようになったのである。彼が発表した多くのソロアルバムは高く評価されており、ヘンリーマンシーにピンクギターに収録された。 ピンクパンサーのテーマのギター独奏のための編曲によって2度目のグラミー賞で最優秀ポップインストルメンタル賞を獲得した。ジューバーはギタリスト向けに基本的な音楽理論や編曲技法を解説する一連の教材 CD も発表している。彼自身のレコーディングやライブに加えてアルスチュアートのアルバム戦艦機地下室にて浜辺一杯の貝殻、 古代の先行のプロデュースを行い、折に触れてスチュアートと共演している。ありがとうございます。